はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々に福岡に来ました。というのも本日訪れているのがホテルオリエンタルエキスプレス福岡中洲川端さんという新たにオープンいたしましたレストランブッチャーボックスミートバーさんという、こちらね、メニュー表の上にあるキューバサンドなんかをメインに取り扱ったレストランさんが新たにオープンいたしまして、いろいろと今回はご縁がありまして、そのオープンした直後にね、撮影としてお伺いさせていただくことができました。まあレストランの撮影ではあるので、いつものようにとんでもない量の大食いというよりかは、通常提供しているキューバサンドの3種類とプラスアルファでご飯物で提供しておりますガッパオライスやチキンカレーなんか、こちらの主食系のメニュー5品をいただいていこうと思っております。今日はね、羽田を7時半に出まして、ただいま現在時刻12時前ということで、まだね今日何も食べてないんですよ。なのでこちらのね、美味しそうなメニューを各種いただいていきたいと思います。ということで、まずねご飯物到着いたしました。最初に到着しているメニューはこちらのアグー豚のガパオライスとチキンカリーの2種でございます。で、こちらのメニューにはセットメニューとしてサラダとデザートがついてきますね。で、今回は、まあ、こちらのサラダに青じそドレッシングプラス、これね、マンゴープリンね、めちゃめちゃ今ね美味しそうな匂いしてるんで、出来たてをね早速食べていこうと思います。いただきます。もうね、ものすごい匂いしてるんだよ。まずね、ちょっとね我慢できないので、ガパオの卵割らせていただきます。失礼いたします。よいしょ。うわうまそう。体型はねめちゃめちゃ大好きなんで、これたまんないですね。いただきます。あーうまっ。スパイスね、ほんのりスパイスの香りもするし、タケノコのシャキシャキと食感がまたねうまい。うん、ちょっとね、ごめんなさい、お腹空いてたんでサラダから行くの忘れてました。うん、うまでもこうやって画面越しに見ると、普段の動画と見比べた時にものすごく小さく感じるね。そしたらちょっとこのパクチーも和えさせていただいて、うまそう。一瞬でなくなっちゃいますね。かわいすぎ。うん、一品のサイズ自体はもちろん大きいものではないんですけども、味付けもしっかりしてるし、スパイスのね香りもあるので、一食食べた時の満足感はこれ十分だと思う。普通の方はね、お上の方は別としてね。うん、そしたらひとまずね、こちらのガパオは即完食でございます。そしたら続いてこちらのね、チキンカレーということで、これもねめちゃめちゃうまそうなのよ。これ、ね、見えるかな、よいしょ。お肉もねゴロゴロ、めちゃめちゃゴロゴロ入ってる。水使ってないんで。あ、無水なんですね、はい、これ。なるほど。スパイスと鶏肉の油とトマトの水分量です。うわ、うん、うまっ。スパイスの香りがねしっかり効いてて、またね鶏肉も柔らかいんだけど、溶けるって感じではなくて、ちゃんとね鶏肉のギュッとした食感も残りつつなんで、食べ応えもねすごいある。うん、うん、うん、すごい。やっぱ無水なだけあって、カレーの濃さがすごいですね。インドの本当の向こうのスパイスはいとそれだけでやってるので、
でまたねこれ本格的なスパイスの香りがするんですけれども、いわゆるスパイスがダメな人の香りっていうのがもうあんまり使われてなくて、もう独特な香りは特にないので、ちょっとねスパイスカレーとか苦手だなって人でも食べやすいかもしれない。うん、でもやっぱりどうしてもこのホテルに常設されているレストランとかって、まあ、いわゆるできたものというかイメージが強いですけど、やっぱちゃんとこの場で作っている料理を提供していただけるのって本当ありがたいですよね。はい、ということでじゃあね、チキンカレーも完食ということで、最後で残すはデザートでございます。よっ、うわうまそうですね。ちょっと見えるかなこれ。とかね、マンゴープリン皆さん見えます？もうプルプルなのよ。うまそう。いただきます。おお、うまっ。うん、これうまいな。滑らかさがね、段違い。またね、ちょっと甘いだけじゃなくて、マンゴーらしいほんのりとした酸味がね、止まんない。うん、単品でも400円なんですよね。安すぎますよね。よっ。うん、はい、今ね、デザートも完食いたしました。まあとは言ってもね、もちろんこちらも主食ではございますが、メインはキューバサンドなんで、これはね、まあ僕の中では前菜的な立ち位置でいただいたんですけど、とんでもない、そんなことなかった。もうがっつりとね、主役級の美味しい二品でございました。うまかった。はい、ということで第2陣ですね、キューバサンドの3種到着いたしました。まずは私こちらからかな。こちらのサンドがクバーノというものですね。クバーノは代表的なキューバサンドのメニューみたいで、中の具材の方がローストポークとか生ハムやピクルスが入ったね、これめちゃめちゃうまそうなサンドでございます。いただきます。うん、まあいい音。うまっ。ローストポーク柔らかい。これはうまいわ。うん、あこのピクルスの酸味がさ、ちょうどいいのよ。うん、これね、中の具材はこんな感じでございますね。ピクルスにチェダーで、その下にもまた別のチーズが入ってて、ローストポークかな、で生ハムも入ってますね。うん、で今回このキューバサンドは全種ともにね単品でいただいてるんですけど、さっきねいただいたサラダやデザートにドリンクがつくセットメニューなんかもあるんで、ぜひねお昼ご飯とかに来る際にはそちらお楽しみください。これ真ん中のちょっとビーフかな、手がまた熱い。これねビーフの具材の方なんですけど、まあ、こんな感じでチーズ2種にピクルスにビーフということで、こちらのビーフがね和牛 100%、まあ、つなぎがね全く入ってない牛 100% のお肉で、カメラ越しで伝わるかわかんないんですけど、こんな感じでねパティがねかなり厚めでございます。あーうまっ。噛んだ瞬間肉汁がジュワッと溢れてくる。さっきのローストポークなんかは自家製のねマリネ液、柑橘系の香りが効いたマリネ液にローストポークを漬け込んでいるので、爽やかな風味とか酸味があって、どっちかっていうとフレッシュな味わいだったんだけど、こっちはねもう牛肉の肉汁とかブラックペッパーの香りがしっかり効いてて、これはね完全にガッツリ系って感じ。ただピクルスの酸味があるのでガッツリしてるんだけど重すぎないって感じですね。うん、あ、1枚150グラムあるんですか。それがなかなかな量ですね。うん、100% のパティとかって聞くと結構ねギュッと詰まった平たい肉団子みたいなお店結構あると思うんですけど、全くねそんなことなくて、ほろほろっと崩れるような肉質なんで、これね肉の圧とかそれもねちょうどよくて、やっぱパンがしっかりとした表面になってるんで、柔らかいお肉とものすごく相性いいです。
じゃあラストか、ラストかも。これハバナというメニューでして、さっきいただいたクバーノとビーフの合体したバージョンなんですよ。なので断面図見ていただきたいんですが、ローストポークとねパティが両方とも入っております。これ食べ応えがすごいと思う。いただきます。うんまっ。不思議とそのビーフ 100% だけだと結構荒々しい感じというか、もう男らしいような味わいになるんですけど、ここにこのローストポークが加わるとなんかねまろやかさが増すんですよね。ちゃんとねこれはこれで別物のメニューになってます。僕も自宅とかで、まあ、よくねラーメンとか作るんで低温のチャーシュー、豚チャーシューとかも作ったりはするんですけど、なかなかねちゃんと火入れをした豚でこんだけ柔らかいのは、まあ、自宅じゃまず作れないと思うね。ここまでねうまくいくことは僕も何回も作っても 1,2 回あったかないかぐらいな感じで、本当にそれぐらい柔らかい。本当に多分柔らかいと心配される方もいるんですけど、こういう断面図を見てみるとちゃんとね血合いもなくなってるぐらい火はちゃんと入ってるんですよ。でも本当に柔らかさはね普通の低温調理のチャーシューの中でもダントツに柔らかいぐらい柔らかい。ローストポークちょっと食べてほしい。最後の一口ですね。なんかちょっとねもったいない気がするんだけど、いただきます。うん、ということで本日はねちょっといつもの動画と違って大食いって感じではないんですけれども、ブチャボックスさんのねランチ等で提供されているキューバサンドやご飯物をいただいてきましたが、正直ねそのデカ盛り会とか大食い会と比較しても全然ね遜色ないぐらいのこの満足感でございました。やっぱりね一品一品作り込まれてて、本当にね味の濃さもそうなんですけれども、しっかりとした香りの強さとか本当にね手の込んだ料理ばかりだったので、ちょっとね先ほどもお話ししましたがホテルのレストランだからっていうこの概念をね僕もちょっと変えなきゃいけないなと思うぐらい全品ね本当に美味しかったです。でこちらのレストランなんですけれども、ホテルの利用者さん以外でももちろん食べれますので、ぜひねランチメニューであったりとかこういったデザートサラダ、それにこのおすすめのねキューバサンドはもちろんではございますが、美味しかったご飯物もぜひ皆さん気になるメニューがありましたらこちらのお店でね食べてみてください。またねご飯を頼まなくてもこの周辺はね結構オフィス街だったりしてサラリーマンの方も多いので、コーヒーだけとか、まあ、会議にもね使えるようなおしゃれな店内となっておりますので、ぜひねそういった社会人の皆様もお使いしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。